瞳に映る輝く星はみんなの明日を導く光。今その光を大いなる力に変えて、覇者転生オーガランプ。やったわ。終わりにしてやる。ブラキ闇より来され、地獄よりの見つかりを、全てを無に返せ。消えろ！見ていてくださいね、大神さん。覇者転生、百花繚乱。やあ！この私が貴様らごときに認めんぞ。この城のエネルギー全てを解き放つ。世界に恐怖の雨を降らせてくれるわ。さらばだ帝国歌劇団、やはり貴様らの負けだ。貴様ら人間の罪を償え。両将のエネルギーが急速に高まっています。何？第三手法大破、手法全滅しました。メインエンジンオーバーヒートしてます。戦闘続行不能。このままでは両将が。よし、お前たちは脱出しろ。長官！長官はどうなさるんです？俺
いか。俺にはまだ武器はある。最後の切り札がな。まさか。脱出せよ長官。脱出だ。軍人としてのいい死に場所をくれたな、あやめ君。感謝する。全機関出力全開。目標セマ城。人間をなめるなよ。突撃。かつて第一級天使長として神に最も近い天使と崇められた大天使ルシフェ。彼はその絶大なる力をもって父なる神に反逆、激しい戦いの末に敗れ去った。父なる神はルシフェルを天界より追放、果てしなき地の底へ落とされた。これが地獄の始まりである。そしてルシフェルは神の永遠の敵対者となった。悪魔王サタンの誕生である。来たれ。裁きの時は来た。この世界を始まりの闇に戻す。天よ泣けよ、地よ震えよ。今日こそが大いなる暗黒の始まりの日。こそが我が望みの成就する日。
いいえ、私は天使長、大天使ミカエル。限りない財貨の道に落ちたサタンと共に歩み、そして導く者。サタンがよみがえるとき、私もまたよみがえる。私はこの者の肉体に封じられていたのです。さあお立ちなさい。世界を救いたいのなら、あなた自身の足で。正義を貫くのは大変なことです。時には多くの屍を乗り越え進まねばなりません。しかしくじけぬ勇気が、そして何より、人々を愛する結びつきが最後に勝利するのです。どんな困難にあっても、希望の光は人間の心の中にあるのです。行きなさい。そして正義を示すのです。あなたたちに大いなる父の祝福がありますように。行きましょう、隊長。なんだよ、そのボケーっとした面よ。あー今世紀最大のヒロイン、神崎すみれ、華麗に復活ですわ。うちも行くで。お兄ちゃん、アイリスも行くよ。行きましょう、最後の戦いへ。絢爛花吹雪。
世界の明日は我らが守る。あなたの闇に対抗しうる唯一の力、信頼と愛、人間の心の光、大いなる天の父の力です。くだらぬざれ言を。帰りましょう、サタン。大いなる父の身元へ。黙れ！そんなまがいもので我に勝てると思うのか？